タンパク質を構成するアミノ酸は、タンパク質中に見られるアルファアミノ酸であり、二級アミンであるプロリンを除きすべて一級アミノ酸である。有機体は、タンパク質を構成するために遺伝情報中にその細胞機構が高度されていることが必要である。タンパク質を構成するアミノ酸は、通常22種であるが、深核生物では21種しか見られない。 二十二種のうち二十種は直接コドンに暗号化されている。人はその二十種のうち十一種を他のアミノ酸、または中間代謝物から合成することができる。それ以外の九種は食事によって摂取しなければならず、それらは必須アミノ酸と呼ばれている。必須アミノ酸は、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファン、 そしてバリンである。残りの2種はセレノシステインとピロリシンで、これらは特殊な合成機構で、タンパク質に組み込まれる。タンパク質を構成しないアミノ酸は、タンパク質中に存在しないものか、直接合成されないものかのどちらかである。後者はしばしばタンパク質の翻訳ご就職で生じる。数種のタンパク質を構成しないアミノ酸を有機体が、 組み込むよう進化しなかったのには明確な理由がある。例えば、オルニチンとホモセリンは、ペプチド差に逆らって感化してしまい、タンパク質が寸断され半減期が比較的短くなる。また、タンパク質が誤ったアミノ酸を組み込んでしまうと毒となる。タンパク質を構成しないアミノ酸は、リボソームでの翻訳を経て構成されない、ヒリボソームペプチドで見られる。 下に、深刻生物の遺伝情報によって、タンパク質合成のために直接暗号化されている21種のアミノ酸の構造と略語を示している。下の構造は、一般的な化学構造であり、水溶液中にて形成する、創生イオンの状態は示していない。21種のアミノ酸の構造、略語、プッコ。また、IUPAC、イムは、 現在、以下の2種のアミノ酸について、次のような略称を推奨している。下の表は、アミノ酸の1文字表記及び3文字表記と即座の性質についてまとめたものである。それぞれの分子量は、同位体の天然存在比に基づいて、その平均値から求めている。アミノ酸が、ペプチド結合を形成すると水を脱にするため、 タンパク質さないのアミノ酸単位の分子量は18.01524ーだ,だけ小さくなることに留意されたい。10、アミノ酸のプコはタンパク質中にある時とは若干異なる。ありがとうございます。